トシ君、花ちゃん、砂漠ちゃん、デュララース。デュララース、質問です。はい。デュラララで山崎さんと狩沢さんが電撃文庫を自分たちのいろいろ用で新刊30冊くらい見繕ったと言っていますよね。言ってました。しかも漫画も買っているでしょ、山崎さんと狩沢さんの家は一体どれだけ大きいんですか。皆さんの知っている情報を教えてください。できればアフレコの時成田さんに聞いて教えてください。以上です。結構リアルに本気で聞いてますね。本気で聞いてる感じ。面白いこととかいらない感じな。リアルに教えてほしいと。ググれね。ググればわかる。僕たちの知ってる範囲でじゃあ。そうですね。わかんないな。知らないんですけど、実際ね、なんかあの門田チームというか、あのいわゆるワゴン組ね、はいはい、結構謎の多い人多いんですよね、実際ね。もしかしたらワゴンで生活しているかもしれないとか。うんね、マジで、ね、うん、3人だ、4人、ね、トグさんの話ね。今トグさんがいたでしょ。トグさんどうしてもね、なんかね、しょうがない、トグさんはしょうがないよ。テラシーだから。テラシー、テラシー、テラシー聞いたらもう。田島さん癒し系ですよ。癒し系、あいつはいい子だよ。いい子だよ。ワゴン組で、ワゴンで暮らしてると。うん、それか、あの門田さんがあの人職人じゃないですか。だからすごい大きな家でみんなを飼っているかもしれない。飼う。表現がなんか。ダメですね。飼いならしてる感じ。ああ、どうなんだろう。どうなんう。みんなまず一人に住んでるのかな。どうでしょうね、実家暮らしかもしれないですね。まだだってそんなに年もね。ね、うん、ネットカフェ難民じゃない。あ、でもいいですね、狩沢と岩崎はそれでいいと思う。なんかいそうだよね。でも一、うん、日中いそう、いても全然大丈夫そうね、うん、ね、あの二人飽きなそうだからな。あの二人は付き合わないんですかね。そこなんだよね、はい、でもそういうんじゃない。よくあの綾希ちゃんとも話したの、はい、し、あの他の人もあの二人は何なのって言われるんだけど、うん、多分ねこれ違うんじゃない、そういうんじゃないんじゃないかって。ほう。あのね、まあ、とにかく岩崎は三次元に興味があまりないですから。そうだ。ああ、そうだ。なんかそして原作で決め顔で言ってた。そうそうそう、うん。僕は死んだら二次元という名の天国に行きたいんです。そうだ、言ってた。言ってたから。言ってたわ。そう。だから三次元はそんな興味がない。そうか。あとね、梶沢はすごいいい子で、うん、空気が読めるし、多分ねこう男性立てるのとかもできる子だと思うんだけど。あ、意外にね。うん。だから梶沢はね誰かと付き合うことはあるかもしれないけどね、湯崎じゃないと思う。やだ、なんか複雑。こっち見てる側としてはね、あの二人がお似合いだなって思ってるから ね。いや、だからそれ付き合わないから、うん、いい程よい距離感なんだよ多分。あ、この感じがいいよね。うわ、もどかしい。うわ、いやー。きっともしかしたらどっか心の底で、ね、ずっとこのままの関係でいたいなって思ってるかもしれない。狩沢はね、うん、今先は多分そんなこと考えないけど、単純に話の合う人、そうそうそう感じなのかな。ダメな男。やべえ、ダメ出しされてる。そうそう、花ちゃんなんか調子出てきた。あ、こういう感じ。いつもの感じ出てきたよ花ちゃん。やべえ、俺やっぱそっちの方が好きかもしれない。ガツガツ来てくれた。ガツガツなんかソフトにされると。え、じゃあトシ君どっちがいいの？え？優しい私と厳しい私。すごい。これかなちゃんからこんな二択迫られるってすごいんだよ。あ、光栄です。ねえ、トシ君。じゃあ厳しい花ちゃん。気持ち悪い。気持ち悪い。